2月24日日曜日から東京芸術劇場プレイハウスで開幕した舞台「世界は一人が」全国計6都市での上演を経て、4月14日日曜日福岡北九州芸術劇場で千秋楽を迎える。合わせて同公演が6月にワウワウで放送されることが初表された。世界は一人は岸田国士戯曲賞を受賞した劇作家演出家の岩井秀人が手掛け、ルハツの音楽劇、キャストの松尾鈴木、松たか子、アキラフとの3人が同級生を演じ、音楽を担当するミュージシャンの前野健太がバンドを率いて生演奏することも話題を集めた。ストーリーは、寂れた海辺の町で生まれ育った小学校の同級生3人をめぐる物語。両親に溺愛されて育つ五郎、松尾鈴木、家は裕福だが母の愛情を知らない美子、松たか子、貧乏な家庭に育ち、二人に言い知れぬ感情を抱く良平、明対家族間の確執、窃盗、自殺未遂など、さまざまな出来ことを経て成長していく彼らの交錯する人生を、切ないドラマとして、そして繊細な喜劇として重層的に描いていく。